皆さんどうもこんにちは、ヒカックゲームです。本日もグリアプリ2020やっていきたいなと思います。今回はですね、11月23日からやってきたチェルシークラブセレクション連覇企画やっていきたいなと思っております。チェルシー CS 来ちゃいましたね。まあ今週で言うと大注目ですし、まあ無課金美課金の方とかも結構引く方多いんじゃないかなと思っております。ということで、まあ僕の独断電源ではあるんですけど、 S から C までの評価をつけていきます。まああくまでゲーム内の評価ということを理解していただいた上で参考にしていただきたいなと思います。では行きましょう、レッツラーゴー。はい、まずはですね、使用が基本的には使わないが、愛があれば使える選手ということで、一発目、ケッパ選手ですね。はい、チェルシーのゴールキーパー枠ということで、まあ、アイコンが可愛かったりとか、全体的にゴールキーパー系数値は強化されてるんですけど、まあ、身長面と、あとはコンディションアンテナが4ということで、結構不安定なので、まあ、若干勝ちスカート多いのかなって感じはしましたね。まあ、でもね、僕も去年ペペレーナずっと使ってましたけど、まあ、守護神枠は愛みたいなところありますので、まあ、好きな方はぜひ使っていただきたいなと思います。ということで、次行きましょう。はい、次はですね、A 評価、能力が高い選手、ライブアップビジュアルも使いたい選手ということで、一発目チルウェル選手ですね。チルウェルはですね、サイドバック登録なんですけど、今回ですね、トップ強化がキック力プラス5で、他もですね、全体的にしっかり上がってますよね。で、突出した数値はスピードとスタミナぐらいなんですけど、逆に言えば大きな欠点はないですし、決定力とオフェンスセンス以外75未満の数値がありませんので、ここからもですね、バランスの良さがすごくわかりますよね。まあ正直言うとね、もうちょっとディフェンス能力あればベストでしたけど、まあこういうバランスいいタイプっていうのはライブアップデートいい時であればかなり強くなりますので、まあそういったタイミングで積極的に使いたいなって思いましたね。まあスキル面も含めてサイドバックもいいんですけど、まあサイドハーフとしても全然輝けそうかなって思いましたね。はい、でプレイスタイルで比較するとこんな感じで、まあ実はですね、総合値はレジェンドロベカルなんかよりも高くて、 FP ロバートソンと同じく総合値94なんですよね。ここ高いなと思ってて、まあトップ数値はですね、瞬発力だけなんですけど、まあ全体的に安定感ありますし、特にですね、これ見て改めて思ったのは、フィジコンとポリコンが両方80超えてるのってこの中ではアラバとチルウェルだけなので、まあこの辺りも含めてやっぱりですね、 A 評価の定義通りライブアップで良ければ全然勝ちスカも入り込んでくるなって思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、同じく A 評価、ジョルジーノ選手ですね。はい、 PK の蹴り方がめっちゃ特殊でね、僕も印象的なんですけど、いやー強化度がマジでジョルジーノ惜しいんですよね。まあ一応ね、もともと通常でも黒なんですけど、コスト29ということで、実はジョルジーノってギリギリ黒玉滑り込んだ組なんですよね。なので強化度低いんですけど、まあもっとやっても良かったかなって感じはありますね。はい、ただ今回の強化でグラッパー95超えてきましたし、まあ相変わらずですね、守備もできるプレイメーカーっていうのが希少ですよね。まあアグレッシブレス87に、まあディフェンスセンスボール出し80あって、インターセプト持ちということで、まあプレメとしてここが高いっていうのは結構珍しいのかなと思います。まああとはね、さっきグラッパが高いって言いましたけど、まあ能力スキルともにパスに関してはトップクラスと言っても過言ではないですよね。まあ逆にですね、スピードやフィジカルはね、やっぱり課題が残るのと、まあ強化のね、もうちょっと惜しかったって意味も含めて、はい、今回は A 評価にさせていただきました。はい、ということで次行きましょう。はい、 A 評価最後はですね、クルトズマ選手ですね。ズマね、いや結構迷ったんですけど、まあフィジカルとですね、ジャンプが95超えてきており、身長もですね、190しっかりありますので、まあフィジカルと空中戦に関しては最強ですよね。はい、でディフェンス能力もですね、今回の強化で全部90乗ってきましたし、まあスピードもね、なんだかんだこれで87ありますので、この辺普通にレベル高いですよね。まあ正直ですね、ディフェンス能力なんかは95超えてる数値ありませんので、まあ最高峰とは言えないですけど、まあプレイスタイルハードプレスということもあって、ハードプレス CB 他に持ってなければ全然大当たり級なのかなって思いましたね。はい、あと気になる点で言うと、考案後なので、まあセンターバックとしてはちょっと不安要素なのと、まあインターセプトがありませんので、できればスキル追加でインターセプトはつけたいかなって思いましたね。まあ一応今回 A 評価にしましたけど、まあ基本的にはこのガチャの中でもかなり当たりだと考えていいのかなと思います。まあ A 評価の中でもレベルが高いって意味合いですね。はい、でプレイスタイルで比較するとこんな感じで、まあジャンプ98っていうのはこのメンツの中でも圧倒的ですし、まあスピードもね、クリバリに次いでありますので、あ、こここんな高いんだっていうのを改めて見て思いましたね。他はめっちゃ突出してるわけではないですけど、まあしっかり能力値高いって感じですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、 A プラ評価、能力が非常に高くガチスカ級選手ということで、一発目カンテ選手ですね。はい、怒ったカンテ、許さないカンテ、エンゴロカーンテということで、はい、今回ですね、残念ながら、ボディコンからアグレッシブネスまで、この99ね、ゴールキーパー数値かっていうツッコミはできなくて、アグレッシブネスだけは98なんですけど、まあ、それでも相当レベル高いですし、まあね、調子良かったらどうせ完走するんで、今回みたいに足元系が向上した方が僕は全然いい評価だなって思いましたね。まあ、こちらもですね、考案後の不安定さはあるんですけど、まあ、守備型の B2B としては正直能力トップクラスですし、しかもですね、守備だけじゃなくて、足元やスピードもしっかりあって、まあ、スキルも2024と相変わらず優秀なので、まあ
そりゃ強いよなって感じですかね。まあフランス代表ガチャで当ててないのであればぜひ当てておきたい選手なのかなと思います。で以前のですねカンテと比較すると実はですねまあ今回のが強いかなと思ってて、まあ前回の方がね見た目はすごくいいんですけど、まあどうせアグレッシブレスはもともと高いんでボールキープが90の大台乗ってきた今回の方がいいんじゃないかなと思います。なので基本的には乗り換え推奨ですかね。まあでもね正直ユニフォームはフランス代表ガチャの方が僕は好きなので、はい、ユニフォームを取るっていうのもありかもしれないですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね A プラ評価エイブラハム選手ですね。この後ラインブレイカー2人続くんですけど、マジで2人とも全然タイプが違ってすごく面白いですね。はい、最近ねフィジカル強いラインブレイカーよく出てくるんですけど、個人的にはこのタイプの元祖っていうとエイブラハムって感じするんですよね。はい、今回トップ強化で決定力プラス5でかいですし、まあスピード瞬発にこのフィジカルの高さも合わせ持つっていうのが、まあエイブラハムのこの理不尽臭というか強さの理由なんですよね。まあちょっとドリブル数値は気になるんですけど、まあ身長あって空中戦も対応できますので本当に万能型のラインブレーカーですよね。でスキルもですねワンタッチシュートなんか熱いんですけど、まあ正直スキルは若干物足りないところありますので、ここにですねワンパダブルタッチスパサブこのあたりがつけられるといいかな。まああとはクロスを多用するのであればヘッダーなんかも割とありだと思いますので、はい、このあたりから考えてみてください。で能力は優秀なんですけどコミシャンビの5っていうのはありますので、ライブアップで C の周はちょっとここは気をつけていただきたいかなって感じですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですねベルナー選手ですね。まあ大当たりでしょう。はい、この前の試合のねアシストのシーンとかもなんか一人だけ倍速なんじゃないかってめちゃめちゃ早いんですけど、まあしっかり能力に反映されていて、まあスピードに関しては言うことないレベルで高いですよね。でしかもですねまあオフェンスで決定力もしっかり90乗せてきますので、この圧倒的なスピードに得点能力も持ってるっていうのが素晴らしいですよね。であとはですねベルナーそこそこフィジカルもあって、フィジコンが83にボディコンが93ということで、足元やパスが低い分ここがしっかり高いっていうのはまあベルナーの強みなんじゃないかなと思います。なのでまあなんかザラインブレーカーって感じがしますよね。でスキル面はですねこちらもちょっと物足りないんだよな。まあワンタッチシュートとあとはチェイシングなんかはねこのタイプとすごく合うのでかなりいいと思ってるんですけど、まあこちらもスパサブワンパーあたりはつけたいかな。であとはねダブルタッチとかも結構いいと思うんですよね。まあ足元はですねちょっとドリブル以外不安なんですけど、まあその分なんかねダブルタッチとか一発で抜けるスキルあると結構重宝するんじゃないかなって思ってますので、はい、このあたりをぜひ目指してスキル追加してみてください。でプレイスタイルで比較するとこんな感じで、実はねあのベルナーとエイブラハムいるんですけど、まあベルナーに関してはスピード瞬発はオーバーメンとなるトップクラスですし、まあフィジカルに関してはやっぱりベルナー魅力だと思いますので、はい、フィジコンボディコンともにオーバーメンよりも優れてるっていうのはやっぱりベルナーの強みですよね。で逆にですねエイブラハム見ていくとスピード瞬発はもちろんねベルナーとかオーバーメンよりは低いんですけど、フィジカル面とかがですねスアレスなんかも超えるぐらいしっかりあって、しかも高身長なのでやっぱりねこのガチャのライブレ2人はタイプは違うんですけど、どちらも違ったすごい優秀さがあるなっていうのは思いましたね。はい、ということでラストいきましょう。はい、本日ラストはですねハフェルツ、いやハバーツ、いやウイレなのでハフェルツで行かせていただきたいなと思います。まあハフェルツ S 評価にしてもいいかなって思いましたけど、まあ強化の見ていただいたら分かる通りまだまだ CS の強化だって感じなので、はい、今回は A プラ評価にさせていただきました。ただ S に近い A プラだと思っていただいて間違いないです。はい、で今回で言うとまあオフェンス S がプラス4されて、まあここ90乗ってきてくれればもっと良かったですけど、ボルコンやですねスタミナはプラス1されて95乗ってきましたので、このあたりの強化はすごくいいですよね。でやっぱりねこう見ても全体のレベルがすごく高いですよね。まあドリブル、パス、得点能力、スピード、フィジカル全てがしっかり高くて、しかもこのスキル構成なので、まあさっきも言ったように強化ではまだまだなんですけどしっかりと底上げはされてますので、いやーちょっと FP 欲しいなって思っちゃいましたね。ちなみに起用ポジションで言うと、まあ2列目生かして OMF での起用が一番無難だと思うんですけど、個人的にはですねサイドハーフと特に CF なんか結構おすすめなので、このあたりはぜひいろいろ試していただきたいですね。ただあのねこれ結構ハフェルツ使ってる方は分かると思うんですけど、薄い適性が多いのでポジショントレーナー使った時に狙ったところにつきにくいんですよね。これマジでハフェルツあるあるなんですけど、これだけはですねちょっと注意していただきたいなと思います。まあ育成もちょっと大変なんですけど、まあツアーやれば余裕でレベマンできますので、当たった方は必ずレベマンにしてください。で類似比較でまずはザニオロとの比較なんですけど、まあ両者比較するとそれぞれの良さがありますよね。まあオフェンスセンスからスピードまでは基本的にハフェルツが圧倒していて、逆にですね瞬発からアグレッシブネスまではザニオロということで、なんだろうね上半分はハフェルツ下半分がザニオロって感じなんですけど、まあハフェルツはねでもスキルもねワンシューワンパスルーパー持ちがいいですし、コンディション安定度なんかもありますので、やっぱりハフェルツいい選手だなっていうのはこの表を見て改めて実感しましたね。はい、で次にですねクライフとの比較なんですけど、さっきねザニオールよりもドリブルやパスが高かったハフェルツなんですけど、クライフはさらにそれの上を行くんですよね。やっぱりこのクライフのドリブルとかパス面は相当レベル高いですよね。まあとはいえ正直能力値的に大きく離れてるのはまあボディコンジャンプくらいですし、そんなに
年齢なんかね大差があるわけではないんですよね。まあそれこそクライフなんかもスルーパスなんかは持ってませんので、ハペルツがね B 以上のシュート家であれば全然ハペルツが優先される可能性っていうのもあるんじゃないかなと思います。まあただクライフは常に B っていうのが相当鬼なので、まあハペルツ C でクライフ B とかだったらまあクライフかなって感じはしますかね。はい、ということで、今回ですねチェルシークラブセレクション一気に比較させていただきました。いかがだったでしょうか。改めて結構いい選手多いなと思いましたので、はい、無課金の方でも引いていただいていいんじゃないかなと思います。一応ですね明日撮ってのも出していきますので、よかったらチャンネル登録高評価して明日もお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の成長クイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングに答えが出てますので確認してみてください。久しぶりに CS ガチャ2つでちょっと落ち着いて動画作れてますね。いつもありがとうございます。また明日お会いしましょう。バイバイ。